上運動の食文化日記へようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら、グリーンマハルのマルタグキャベツを食べたいと思います。カルパスは、動画内では食べたことあるんですけど、あれ前は、いや、動画でも食べたことあるはず。とにかく、あれは、丸かじりで、多分、キルマの原点なんでしょうね。で、結構大きいですね。これ、本当に丸かじりして大丈夫なのかな。はい、それでは。こんな感じになってます。やっぱり大きめの。チャンネル登録よろしくお願いします。やはり大きいだけある通常のハルパスよりも食べ応えがあって、食感もしっかり感じられて美味しかったです。なので開けて分け合いであるには通常版、一人で丸かじりしたい時はこっちと使い分けるのがいいですね。あとそんなに多く食べられないよという方も小分けの方がいいかもしれません。まあ、それぞれに取り柄がありますね。自分はこの大きい方が丸かじりできて本当に美味しく好きなので、ね、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。